こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は4321のカスタム戦術を紹介していきたいなと思います。開幕当初は、4321が結構流行ってた印象なんですけど、自分が使った時はなんか結構微妙というか、あんまり使用感が良くなかったんですけど、また、4321やってみようということで、いろいろ戦術とかを、試行錯誤しながら、今ではこの戦術の4321は結構使えてて、CF でも17勝とか、18勝とか、結構いい、成績が出せているので、紹介をしたいなと思います。先々週と先週と2週間ぐらい使ってるんですけど、今週も、これでいこうかなと思ってるので、アップデ後とかなんか勝てなくなって、どの戦術を使おうかなとか悩んでる方の、少しでも参考になれば、いいかなと思います。それでは早速カスタム戦術を紹介していきたいなと思います。それでは順に話していきたいなと思います。守備のスタイルはバランスで、幅が45、深さが75で、オフェンスのビルドアップ、チャンスメイクともにバランスで、幅が55、ペナルティエリアの進入が6、コーナーキック、フリーキックが3です。守備のスタイルはバランスで、自分は普通に良かったのであんまり何も変えてはないです。でも強いて言うと、リトリートとかはやっぱりディフェンスラインが下がっちゃうので、あんまり良くはないのかなと思いますし、あとはダッシュチャンスのみプレスだったり、ロスト後プレスとかは、ダッシュチャンスのみプレスでも取れるってコンピューターが勝手に判断したら結構いっちゃうので、その時に、裏を取られたりとか、することがあるので、このフォメに関してはあんまり良くはないのかなとは個人的には思いました。で、あとは、ボールロスト後即プレスも相手がうまかったり、自分の守備のカーソルとかがミスってしまって一気に裏取られてチャンスを作られるとかがあるので、ここは無難にバランスがいいかなと自分は思ってバランスにしています。で、幅45はやっぱり幅をディフェンスラインのその幅っていうの、その間をやっぱり突かれるのが自分は嫌なので、できるだけ狭くして、でも狭すぎずみたいなぐらいなんで、45かなと、思います。で、深さ75なんですけど、ディフェンスラインを自分は多分どのカスタム戦術を見てもらっても深さ結構高いので、やっぱりディフェンスラインを高く保ちながらコンパクトに守っていきたいタイプなので、ここは高めに、設定してるんですけど、自分の中で75から70ぐらいの間で調整をしてもらうのがいいと思います。75の時にちょっとおやと思ったのが、ディフェンスとフォワードが結構並列してる時があるんですね。で、ちょっとラインのギリギリでスルーパスとかでちょっと抜け出されてみたいなのがあったので、それちょっとラインの高すぎたとこがあるのかなとは思うんですけど、それでもディフェンスの足が速かったりとかで追いついたりとか、キーパーってなんとか守ったりとかっていうのがあったので、そんなには気にしてはないんですけど、それがちょっと高すぎる、要因でもあるので、それがちょっと多発したりとか、そういうのでチャンス結構作られるなとかって思う場合は、ここが70とか71とか、そこら辺に下げるかぐらいで調整をして、あまり気にはならなくなってきたなとか、相手のレベルとか関係なしに、相手が上手いからとか関係なしに、普通に自分があんまりそういう現象少なくなったなとか、なくなったなとかっていう風に感じてきたら、もうそのままの設定で、いいと思います。で、バランスは、ビルドアップ、バランス？じゃあオフェンスのビルドアップ、チャンスメイクはともにバランスです。ここもあんまりは試さないまま普通にバランスで自分はいけたので、ここはバランスでいいと思います。で、ポゼッション、チャンスメイクのポゼッションとかだと、中央に結構密集してるフォメなので、もともとが
3CM で3フォワードで、なのでポゼッションってなってくると結構ギュウギュウになってしまってちょっと邪魔やなみたいななると思うので、あんまりおすすめはしないですかね。特にポゼッションは他はまあいいかなとは思うんですけど、まあフォワードランとかだったら CM がよりいっちゃう、アンカーとかまで多分高い位置までいっちゃうかもしれないので、まあそれで攻撃を決めれる人ならまあいいかなとは思います。まあ自分はバランスでやってます。ビルドアップはちょっと僕は分からないですかね。ロングボールとかもあんまり裏に蹴らないから、まあ普通に自分はバランスで良かったです。で幅が55なんですけど、まあ結構広く取ってほしい時とかもありつつ、まあでも近くにいてほしい時もありつつっていう感じなので、そんなに広くはなく、そして狭くもなくっていう感じです。まあなんで50とかでもいいかもしれないですけど、まあ今の距離感ぐらいが、自分はちょうどいいので、まあ55かなと思います。ここは普通にまあここから指示とかを説明していくんですけど、それで実際やってみて、ちょっとオフェンスの時に近寄ってきすぎるなとか味方がとかだったら、まあここを60とかに上げてもいいのかなと思います。広すぎると、まあ60以上にしてしまうと、まあちょっとさすがに広すぎて、それこそ取った後に選手の距離感が遠くて、まあすぐに守備できないとかっていうことがもしかしたらあるかもしれないので、まあ55、まあとか60から50の間くらいで、まあ調整するのがいいのかなと思います。でペナルティエリアの侵入は6で、まあ自分は普通に良かったかなと思います。でこれもまあ結構 CM が鍵を握ってくるかなと思うんですけど、まあ、アンカーとかの選手がちょっと高い位置に、行ってしまってるなとかっていう場合は、まあここを下げてもいいのかなと思います。まあ6以上は多分ないかなとは思うんですけど、まあそこはその CM とかの入っていき具合とかをまあ見ながら、調整をしていったらいいのかなと思います。まあコーナーキック、フリーキックは3で、まあ、あんまり、ここは気にしてはないです。で、指示に行くんですけど、まあとりあえずキーパーは積極的なクロス対応で、スイーパーキーパーっていう風にしてます。まあ、やっぱりラインが高いっていうのもあって、まあ、飛び出してくれる方が、自分はいいのと、あとはまあクロスが、まあプデゴ、まあ、強くなったというか、まあ、地上戦の強パスとかが弱くなった分、まあ、クロスが、多用される環境になったので、まあ、クロス対応してくれるのがいいかなと思います。でサイドバックは、右がバランスオフェンスでステップアップで、左が攻撃時上がらないでステップアップっていう感じになってます。まあ、これは後でちょっと説明をしたいなと思います。でセンターバックが、どちらも攻撃時上がらない、まあデフォルトです。で、まあ、右 CM がバランスオフェンスサイドをカバー、まあデフォルトです。でアンカーが攻撃時上がらない中央をカバーで、左の LCM がバランスオフェンス中央をカバーで、RF が中央に止まる、裏に抜ける、前線に張るで、センターフォワードが中央にとどまる、裏に抜ける前線に張るで、 LF がワイドに開く、裏に抜けるディフェンスに戻るです。まあ、この指示で、まあ、もしかしたら気づいている方は、おられるかもしれないんですけど、まあ、結構可変に、なります。守備時は4-4-2 に、なります。まあ、自分の場合は、まあ、ポグバ、RCM をサイドをカバーっていう風に、してて、この2人が中央をカバーっていう風になってます。でそして、LF の、まあ、イカルディがディフェンスに戻るっていう風になっているので、このなんですかイカルディが LM の位置になって、ポグバが RM になって、デブライネ、フォファナが、2CM を組むで、この2人が、前から2トップで、守備をするっていう、形になります。まあ、自分が多分 4-3-2-1 をなんていうんですかね、あんまりうまくいかなかったっていうのは、守備のところにもあると思ってて、結構 4-4-2 とか 4-2-2-2 とかの使用感が、良かったので、
まあ、そういうふうに守るのが自分は合ってたのかもしれないです。なので、まあ、可変を、して、まあ、442にして、まあ、やっぱあとは前にカウンターとかの時にこの2人がちゃんと前に残ってくれてるんですよね。442で守備をしてるから、例えば CM とかで取った時もあのちゃんとこう 2トップいて、そこに当てて 2ST でコンビネーションをして押し上げられるっていうことも、できるので、結構、442で守ったりするのは、まあ、自分は使用感が良かったです。で、まあ、そこで、攻撃のところは、まあ、この RCM と、LCM が、まあ、バランスオフェンスなので、結構、前に行ってペナルティエリアの中に入ったり、ペナルティエリア外からシュートを打ったりとかっていうこともできますし、イカルディが、まあ、LF の人がワイドに開くっていう風になってるので、まあ、ここの、間を、まあ、使えたり、コンビネーションすることができます。でこっちはあの中央にとどまって、まあ、この ST と、まあ、いろいろコンビネーション近いところでコンビネーションをするプラス、まあ、後ろでポグバとかが待ってたりとかで、かつここをあの中央にとどまるっていう風にしてるのは、あのこっちあのサイドバックを上がらせるっていう意味もあります。あのサイドを、駆け上がる人、ハキミに、サイドを取らせて、まあ、より攻撃的に、サイドバックも、スペースサイドのスペースを使うっていう風に、自分はしてます。でも、まあ、サイドバック上げることで裏とかが一本抜かれるっていうことが、あるかもしれないんですけど、それでも、ポグバとかが、サイドをカバーっていう風になってるので、ちゃんと戻ってきて、その時にその戻ってきて遅らせてる間にイカルディとかも戻っているので、まあ、ちゃんと、4-4に逆サイドに振られても、ちゃんとこっちも戻ってるよっていう状態に、できます。で、まあ、その間に、まあ、ハキミとか戻ってきてくれるんで、結構バランスの、取れた戦術ができたんじゃないかなとは、思います。で、まあ、2CM なので結構あの、まあ、守備とかも大事、守備力とかが大事なので、あのそこも考えながら、選手とかを組んでいくのがいいかなとは思います。で、まあ、あとあのこれは自分があの 右が、まあ、右を上がらせるっていう風にしてるんですけど、まあ、これ左サイドバックを上げたい、まあ、例えばそれこそ TOTY のカンセロを持ってる人とかだったら、あのカンセロはやっぱり上げたいじゃないですか、とかアクーニャとかヘッドライナーの、あの LB を攻撃参加したいよっていう人だったら、これを逆に、してもらったらいいと思います。こっちを攻撃じゃ上がらないにして、でこっちをワイドに開く、で、サイドん戻るか、ディフェンスに戻る、でこっちが、中央をカバーっていう風にして、こっちをサイドをカバーっていう風にしてっていう風にこう逆に、なんか指示を変えてあげれば、まあ、サイド左サイドバックを上げるとかっていう形に変えれるので、まあ、そこはサイドバックの、選手人選とかだったり、まあ、あとは LF とか RF の人選、まあ、自分はそれこそ2トップになってた時にイカルディとネイマとかよりはやっぱりクリスティアーノとネイマとかの方が自分はいいと思った。かつサイドバックハキミの方が上がらせたい、まあ、そのルークショーよりはね、ハキミの方が上がらせたいっていうことで、まあ、こういう、形、右サイドバックを上げて、右の RF を中央に寄せるっていう風に形を、取ったので、まあ、ここは人選と、相談をしながら右をどうするのか左をどうするのかっていう風に、やってもらえばいいかなと思います。まあ、結構なんかいろいろ可変とかなんかごちゃごちゃするかなとは、思うんですけど、まあ、結構自分は、この方がやりやすかったので、おすすめをしたいなと思います。まあ、少しでもこのカスタム戦術を使って、まあ、勝率が上がればいいかなと思いますし、まあ、ぜひ、使ってみてもらえたら嬉しいなと思います。それでは今回はこれで終わります。
いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。